百薬は、唐の官僚、歴史家。字は重機。本願は、広史領軍の阿比良県。隋の内司令の、李徳林の子として生まれた。父の李徳林は、北西の歴史書を書いていたが、完成できなかった。百薬は幼い頃病弱で、祖母の長子にそのために、百薬と名付けられた。七歳で文章をよくし、父の友の陸治と、助領の文を読み、 難解な一説を読みこなしたので、驚かれた。影官により三英長として士官した。隋の海洋初年、大使通事と練り東宮学士に任ぜられた。599年、忍術宮に召されて、父のアビラ軍校の爵位を継いだ。要素や牛広志らに才能を愛され、霊部員ウィローに任ぜられた。命を受けて御例や、律令や、怨名の書を定めた。 かつて病のためとネリを辞任したとき、洋博氏が陽州にいて、百役を召したが百役は赴かなかった。そのため陽大が即位すると、借位を奪われ、桂州芝に左遷された。そこで菅を退いて郷里に帰った。613年、会計にあって、菅、高志の乱に会い、城を守るのに功績を挙げて、県安軍城に任ぜられた。随末に、江南では、 乱が続き、陳方向、利コ道、森、福武氏らが攻防したが、百役は彼らの下を転々とした。当の高反り園が森、福武氏を、少佐としたとき、百役は森、福武氏を説得して、長安に向かわせた。森、福武氏は途中で後悔して、百役を殺そうとしたが、大岳師団の保護で救われた。タスク公が背くと、リブジローに任せられた。 コースは、百薬も背いたと怒ったが、森、福武氏が百薬を殺す、要タスク公に命じた手紙を得て、百薬の一命を許した。唐がタスク公を平定すると、百薬は、慶州芝に左遷された。627年、中所舎舎里に任ぜられ、阿平剣男に封ぜられた。翌年、礼部次郎となった。時に、 皇族や皇姻に土地を分け与える議論が起きたが、百役は法権論を上書して反対の論人を張り、大操は百役の意見を取って取りやめた。630年、大使右書士に任せられた。大使理衣犬の素行が改まらないので、三道府を作って大使をいさめた。父の意向を引き継いで北西の歴史書を書き綴り、636年に完成させて、 聖書と言った。後の南朝張りに、小試験の南聖書特別して北聖書と解明された。648年、84歳で没した。子に、リアスキがあった。ありがとうございます。